はい、どもれです。今回ですね、こちらの、9周年スゴフェスの方がもう少しで開催ということで、新規キャラのね、9周年キャラの新規キャラの、情報がね、解禁されたということで、3つね、評価していこうかなと思ってます。で、今回の新規が、まあ、ルフィ&ヤマトの方を見ていきたいんですけど、もう一つね、もう一体、新規のキャラがいるんですけど、まあ、とりあえずは、ルフィ&ヤマトの方を、見ていこうかなと思ってます。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでね、ルフィ&ヤマトの方を見ていきましょう。まず自由打突タイプの、力属性、技属性といった形になってます。必殺技の方がね、こんな感じになっているんですが、まあ、こちらね、今回からちょっと、追加されたものなんですけど、ダブルキャラ状態で発動した時にこの、能力を発動するっていう形なんですよ。なので通常時の必殺技はこんな感じになってます。まあ注目すべきところだけ話していくんですけど、まず1ミの必殺ターンを、一旦短縮できますよっていうところと、まああと一旦の間、力技速のスロット影響を3倍にできますよということで、まあエンハンス力はかなりありますね。で、受けるダメージを 60% 軽減っていうのもまあそこそこありかなと。で、隣接するスロットが肉スロット変換っていうのは、まあこれはね、微妙ですよね。できればね、一味全体のスロットを肉スロット変換できたら一番良かったんですけど、まあ隣接するスロットのみということで、まあそんなに強い効果ではないかなと。で、あと一旦内で被ダメージを 1.75 倍にできるということで、まあこれも普通に強いですね。うん、まあ状態上無効の、ギミックさえなければ被ダメージ 1.75 倍にできますので、だいぶ火力を出してくれるのかなと。で、必殺発動時すでに一味にスロット影響増大効果と、ダメージ軽減状態、まあかかっていれば、攻撃上昇、スロット影響上昇を、チェーンケース固定状態を一旦延長できるっていう、必殺技になってますかね。うん、まあ普通にありがたいですよね。まあスロット影響増大効果とか、まあ攻撃上昇、チェーンケース固定を一旦延長できるっていうのは、まあかなり、使い勝手がいいのかなと、はい、思ってますので、うん、っていうとこですかね。まあチェーンケース固定状態とか、まあ多分初期値とかも入ってくるので、まあその初期値2ターン初期値、まあ 2.75 にするとかっていうキャラを入れておくと、まあ3ターンにできますので、次のターンにもそのチェーンケースを、まあ継続させていけるっていうことで、かなり優秀かなというとこで、まあトータル見た感じですけど、まあそんな9周年の割にはとは思うんですけど、でもそれでもやっぱり普通にエンハンス力もあって、まあ被ダメージ上昇もあって、で延長もあるっていうところを考えると、めちゃめちゃ使いやすいかなとは思ってます。で、あとはそうですね、まあ戦長効果はこんな感じになってまして、まあこれがね、ヤマトの状態とルフィの状態で、まあこんな感じで変わってくるんですよね。戦長効果が、これは今までいなかったよ。今までのダブルキャラであれば、ダブルキャラになった時となる前で戦長効果が変わっているっていうだけだったんですけど、まあ、今回は、ルフィの状態でも変わりますし、ヤマトの状態でも変わりますし、ルフィ&ヤマトの状態でも変わるっていうところで、まあ、かなり使いづらさはあるかなと、そう考えると、うん、っていうところではあるんですけど、まあ、見ていくんですけど、力技速の必殺ターン2ターン短縮、自由格闘キャラの場合さらに一旦短縮、1ミの体力を 1.3 倍の力、自由タイプキャラの攻撃5倍で、それ以外の場合は 4.5 倍、力技肉連スロットが有利扱いになり、パーフェクトで肉を獲得でき、1ミの封じを10ターン回復で、自分の攻撃で敵を撃破した時、次の1ミのターン開始時に自分の、入れ替え回数を一旦短縮できるっていうものになってますかね。まあこれは初めてですよね。戦長効果でこういう入れ替え回数が一旦短縮できるっていうのは、まあかなりありがたい効果かなと。うん、でなおかつやっぱ封じを10ターン回復できる、まあこれもめちゃめちゃありがたい効果かなとは思ってますかね。で、力と自由であれば、攻撃が5倍になるということで、まあ十分強いですし、それ以外であっても 4.5 倍なので、まあかなりエンハンス力はあるかなと、うん、思ってますかね。で、まあヤマトの方がこんな感じになってまして、多分技と力が変わってるぐらいですかね。まああと受けるダメージが 25% になっているっていうところぐらいが変わっているところかなと思いますので、まあそんなに変わっている要素はないのかなっていうところで、まあそんなに変わっていても問題はないのかなとは思ってますかね。うん、まあ力か技で変わってくるぐらいかなっていうところなので、まあそんなに気にしなくても大丈夫なのではないかなと思ってます。で、まあちょっと戻ってきたんですけど、まあこれでダブルキャラ状態の時に必殺発動させると、まあ先ほどの、必殺だと効果が変わってくるっていう形にはなってますかね。
まあ、変わっているところは2ターン短縮になっているところと2ターンの間スロット影響が 3.25 倍になっているというところと、まあ、受けるダメージを60% から 80% 軽減になっていると。で隣接するスロットはスロット変化になっているというところですかね。で一番変わってるのがここなんですよね。敵の状態上無効を無視して被ダメージ2倍にできるので、これはめちゃめちゃ強い。これだけはね本当に強いよ。うん、冗談抜きで強いなとは思ってますので、まあ、これに関してはめちゃめちゃ優秀になるかなと思ってます。まあ、でもね、このダブルキャラ状態で必殺技を打つっていうことが、まあ、どれぐらいの割合でできるのかっていうところがまあ変わってきますので、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、でも効果的にはめちゃめちゃ優秀かなとは思ってます。まあ、他は特に変わっているところはないので、うん。まあ、エンハンス力がかなり上がったかなっていうところにはなってます。で、まあ、戦長効果はこんな感じになってまして、まあ、これもね、かなり強いんですけど、力技速銃タイプの攻撃を6倍、これが強い。これえげつない。これはえげつないのよ。うん、今までこのやっぱエンハンス力、まあ、戦長効果の方で6倍になってるっていうのは初めて見ますし、多分最大で 5.5倍、 5.75 倍もなかったんじゃないかなと。ヤマト VS カイドとかそうだったかな。うん、でもそれでもやっぱ6倍はないので、これだけでもめちゃめちゃ優秀かなと思ってます。でそれ以外であれば 5.25 倍っていう形ですね。はい、っていうところにはなってますかね。他は、まあ、受けるダメージ、30% 減らすっていうのがついたぐらいかなと思いますので、まあ、戦長効果も戦長、必殺技も、かなり優秀なんではないかなと思ってます。で、まあ、戦意効果が、一味の基礎攻撃力をプラス100されるのと、一味はレンニックスロットも有利扱いになるっていうところにはなってますかね。で入れ替え、ここなんですけど、まあ、自分にかかっているしびれ、戦長効果無効、スロット封じ状態を完全解除し、自分のスロットをワスロット変換。いいね。で、一旦の間、自由タイプキャラの、通常攻撃による属性相性影響を 1.5 倍にするっていうところになってますかね。まあ、普通ぐらいですね。まあ、悪くないぐらいですね。で、超入れ替えがえげつなくて、まあ、変わっているところが、まあ、一旦の自由タイプキャラの、通常攻撃による属性相性の影響を 2.5 倍にできるっていうとこと、あと入れ替え後3ターンの間ルフィ&ヤマトにできるんですよ。まあ、なので入れ替え、超入れ替えを貯めて超入れ替えさしてから必殺を打った方が、まあ、そのダブルキャラ状態で必殺を打った時の方が、まあ、その必殺のエンハンス力っていうのは変わってくるので、入れ替えで、まあ、超入れ替えでルフィ&ヤマトにしてから必殺技打つみたいな状態にすればめちゃめちゃいいのかなと。で、まあ、戦長効果もね、何でしたっけ、敵を撃破した時に一旦、回数を、減らすことができるっていう、まあ、入れ替え回数を減らすことができるっていうのがあるので、まあ、それで減らしつつやっていけば、まあ、2、3ターンぐらいで溜まってくれるのかなと思ってますんで、まあ、かなりね優秀なんではないかなと。で普通に属性相性影響をね、2.5 倍できるっていうのがえげつないですよ、入れ替えで。そこが普通にえげつない。まあ、というところで、まあ、普通に優秀な効果かなと。まあ、使い勝手はね、今後やってみないとわからないんですけど、でも今見た感じですけど、そんなに使い勝手悪くはないのかなと思いますかね。うん。で、ラストタップの方が、一旦内で自分の基礎攻撃力をプラス2000上昇し、1ミにかかっているダメージ軽減状態の割合に応じて攻撃上昇効果を発動するっていう。これえげつないよね。これ普通にありがたい。うん、これ普通にありがたいよ。だから例えば、まあ、99% 軽減とかあれば 1.99 倍になるっていう形にはなってますかね。うん、まあ、それこそあの VS あのヤマト VS カイドウみたいな、まあ、性能をラストタップでできるみたいな感じになってますので、まあ、かなり使い勝手がいいのかなと。うん、ラストタップレベル5まで上げればかなり優秀になるのではないかなと思いますので、ぜひともね皆さん、ラストタップも強化して使ってみてください。まあ、条件の方もね、麦わらの一味とか、桃の助とか入ってますので、まあ、結構、サクサクとできるのではないかなと思ってます。はい、ということで続いては海賊祭の方を見ていきましょう。必殺技の方が敵全体に攻撃 3.5 倍のダメージ、バトル開始時50秒以降を、攻撃 3.5 倍のダメージを与え、防御の高い敵一体に防御力を無視して、攻撃2倍のダメージ。えげつないよねこれ、普通に、これ普通にえげつない。 3.5倍、2倍っていうえげつない量のエンハンスな、そのダメージ量を与えることができますので、まあ、それこそ時間が経てば経つほどみたいな感じになってますので、まあ、耐久性のあるキャラとか、まあ、そういうキャラを入れておくといいのかなと。いや普通にあれですかね、ダメージ量がえげつないですよ。 3.5倍、3.5倍、2倍っていや笑っちゃうわ普通に強いね。であと能力の方が、
1尾の攻撃アップレベル5、防御アップレベル5、10タイプの仲間のクリティカル発生率アップレベル6、速度アップレベル6、バトル開始から50秒以降1尾の必殺ターン、CT の溜まる速度アップレベル3ということで、まあ1尾なおかつ自由タイプ、まあ自由タイプであればさらにエハンス力が上がり、自由タイプでなくても、攻撃アップとか防御アップしてくれますので、うん、正直誰と合わせても使いやすいのには変わりはないかなと思ってます。でまたこちらも50秒以降、は一味の必殺CTの溜まる速度アップレベル3できますので、時間が経てば経つほど、強くなっていくっていう形のキャラになってますんで、まあ、耐久性のあるキャラと、まあ、一緒の編成に入れるか、まあ、普通に火力の高いキャラと一緒に入れるっていうのでも全然ありかなとは思ってますかね。でまあ、GP 性能の方が、まあ、これ条件がね、全力攻撃を9回行うっていう、これなかなかやっぱ全力攻撃できないので、これはちょっと難しいですよね。で敵全体にリーダーの基礎攻撃力、4倍ダメージを2回行う、残り体力が 50% 以下の場合、攻撃アップレベル8、防御アップレベル8ということですかね。うん、いやでもこれ GP バースト2回って書いてありますけど、1回できていいぐらいじゃないですかね。全力攻撃ってなかなか使ってくれないので、そんなにこれはたまる要素はないかなとは思ってますかね。うん、でまあ GP 性能、まあ、リーダースキルの方が自由タイプの仲間の攻撃アップレベル、攻撃速度アップレベル6、防御アップレベル3、打突タイプの仲間の体力、クリティカ発生率吹き飛ばし、発生率アップレベル4、一味の体力攻撃アップレベル3、必殺CTの溜まる速度アップレベル2というところで、うん、まあ、自由タイプなおかつ打突タイプのキャラと組み合わせるとかなりのエンハンス力がありますよというところですかね。まあ、自由タイプ派とか、まあ、打突タイプ派で組むと、まあ、一番いいのかなとは思うんですけど、まあ、ロジャーのニューゲートとかと一緒に組んだりだとか、まあ、あとはそうですね、うん、でまあ一つだけね、まあちょっとうわってなったのが、ルフィ&麦わら一味とかヤマト&エースって自由タイプ派で結構海賊隊使われるんですけど、これ多分ルフィ&ヤマトがいるのでどちらとも使えなくなってしまうんですよね。そうなるとやっぱそんなに使い勝手がいいかって言われると海賊隊ちょっと微妙になってくるのかなと思いますので、うん、まあそこがねうまいこと、まあそれこそ編成を分ける、自由派で自由派自由派2つ作るみたいなことでもいいですし、まあそうなるとね、うん、いやルフィ&麦わら一味入れれないっていうのもあれですし、ヤマト&エース入れれないっていうのもね結構厳しいので、そうなるとねちょっとなかなか編成が難しいのではないかなとは思ってます。はい、ということで今回はねルフィ&ヤマトの方を見ていったんですけど、まあ普通に強いキャラではあるんですけど、まあ使い勝手はねまあ普通ぐらいで、まあ優秀ではあるんですけど、まあなかなかね、うん、難しいかなっていう。まあ海賊隊も強いんですけど、まあルフィ&麦わら一味入れれなかったりだとか、ヤマトアンデス入れないっていう点もねあるので、なかなかね編成が難しくなるのではないかなとは思ってますかね。まあでも自分も9周年でこのルフィ&ヤマト普通に当てたいので、まあちょっと使ってみたいなっていうのはありますかね。うん、まあ今回ダブルキャラの時に必殺打つことでまあ強化されるので、まあ、そういうのもね見つつやっていきたいなとは思ってます。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。